あれ始まってない。お待たせ。時刻は3時になりました。エイウィッチさんお疲れ様でした。2024年1月9日火曜日、この時間はアナのオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。第74回 NHK 紅白歌合戦優勝者アナです。拍手。はい、単独です。はい、優勝しました。ありがとうございます。皆さんね、まあすごく応援していただいたと思うんですけど、見事優勝しました。はい、単独じゃないんですけど、審査員票、会場票、視聴者投票すべて抑え、白組を完封。完封ですね。完封、完封ですよ。これはすごいぞと、これはみんなの力で掴み取った大勝利だ。よくやった。うん、いや圧倒圧勝だったかな、正直。うぜえ。こんなうざくやる僕。いや勝ったな、勝ちましたね。うん、あれは本当に嬉しかったな、勝ち筋見えちゃってた。うん、いや本当、あの令和ロマンとヤーレンズとかみたいな、あの僅差じゃないよ。もうだって審査員のばかりさんとか言ったじゃん、それがもう真っ赤っかだったからびっくり。もうあのだった。本当にすごかった。うん、いやだから完全勝利を収めた上で、まあ僕から一言だけ言わせてください。全員が素晴らしかった。うん、赤も白も素晴らしい。うん、そこに勝ち負けなどありませんでした。まあ音楽はね、全てが尊く、そして誰のものでもないのよ。はい、そう思います。うん、いや最初からね、まあ、ボーダーレスって言ってましたし、今回はい、勝ち負けじゃないじゃないですか、音楽ってそうだから。うん、そうなのよ。だからそう、賞レースとかもないわけであるし、まあだから本当そのボーダレスというさ、紅白の会に出れて参加できて本当に良かった。本当ガッツポーズなんてまあ絶対してないですし、本当にあのみんなと仲良く和気あいあいとできて本当に良かったです。もう本当にいやー嬉しかったですよ。皆さんとこうみんなで作って赤も白も最高。うん、ありがとうございました。あのここまでのお相手はアノでした。出会いがあれば別れもある。笑顔でまた会おう。会おうじゃないのよ。ずっとうざいね、ちょっと今日冒頭から。間に合ってなかったし。いやもうちょっと冗談はさておき、出てきましたよ、紅白歌合戦。みんな見ましたか？見たか？うん、みんな見た。本当にブースの方々見た人、本当に見た。いや一人見てない、アゴが後ろ向いて、あの人本当にもうこのなんでいるの。見て。一切振り、こっちのね目も見ないから、ほら絶対微動だにしないやつが一人いるの、マジで怖いわ。ヤフコメ書いてる？ヤフコメ書いてる途中ですか？ごめんね、だとしたら。まあでもみんな見たということで、もうありがとうございます。はい、いやそれで見るよね。なんかね、そうなんかすごいことになってたね、紅白。もうで僕は参加者だから正直ちゃんと全部見れてないんだけど、もうてんやわんや、もうこんなバタバタするっていうぐらいすごかった。でもまあなんだろう、まあ、ちょっとね調子はそんな良くなかった正直。うん、なんかね、まあ正直あの紅白までに結構、まあ、毎日歌っててこう、まあ、レコ大もあったんですけど、カウントダウンジャパンっていうあのフェス
があったのね、レコ大の前日かなんかに。その最中にもう喉がわこれ やばいなっていうのがありながら、ただもうライブだから出し切ろうっていうので、ちょっと後先考えずにこうめちゃくちゃシャウトもしてたし、普通に歌ってて、ただもうその日やばすぎて、その夜針治療みたいなのがあるの、それやると喉がちょっと開きが良くなるとか、なんか熱がこう喉にある熱が下がるみたいな、なんか喉に刺されるの、もうこうやってバンバンバンって。でなんかそう初めてやって、それもでも痛いんだけど、もう痛みももうどうでもいいぐらい、なんか体調がもうとにかく悪くて、喉がとりあえずもう本当ギリギリだからもう急ピッチに来てもらって、でなんかもう死んだ魚のようにもうガーガーって刺されたたびピクって鳴りながらやって、でもまあでもこれで明日も乗り切ろうみたいな感じでカウントダウンジャン終わってるとレコ大やったけど、その日も確か朝やって、もう準備もめっちゃ整えた、頑張ってもう喉生放送だしっていうのでやったけど、もうこんなしんどいテレビ歌唱初めてだった。もうちょっともう何か脳も回んない感じ、自分が今何をしてるんでしょう、ここはどこでしょう、ジュジュさんみたいなジュジュさん隣にいるけどみたいな。でなんか安住さんがこう司会者で、あの川口春奈さんと安住さんが、で安住さんまたいて、うわ前なんか音楽の日かなんかで中井さんとわなんかフラッシュバックするみたいな、あのちゃんが出てきてしまうみたいな。そして安住さんがなんかその僕が衣装で着てたグローブを気になったのが、すごいスタッツついてますねとか言われて、いや僕もう頭回らなすぎてこう殴っちゃって殴っちゃってとか殴るふりしちゃって、もうほんと顔のミリまでやって、うわやばい生放送だったと思いながら、うんぐわってやって、もうそれもちょっとなんかすごい困らしちゃって、もうでももう僕歌の方に頭行きすぎて、もう喉がとにかくやばいって思って、超なんかうんもうなとにかく殴るふりで、はいはいとかでいいじゃん、そうグローブスタッツすごいですねって言われたら、はいそうですって言えばいいのに、グッとジョキッって言ってよくない、お客さんもいっぱいいたのに、まあ、あのちゃんがひらがなのちゃん出てきてやばいやばいよ、今回は本当に真剣にやらないと喉がっていうのでやったけど、もうすぐスタンバイで歌って、まあ悔しかったですね、ちょっともう顔も引きつってたかもしれない、もしかしたらちゃんとまあ歌いきれたんだけど、まあなんかいい経験というか、すごくはこんな日もあるんだなみたいな感じでした。ただもう明日紅白やべえみたいな、そう1年の最後だから、最後の最後で来ちゃったなっていう、もうやっちゃったなっていう感じがちょっと僕の中で結構あった。もうずっと調子よくちゃんと歌ってたし、なんかまあ仕事もさ周知してきたじゃん、でも一番見られる日だよみたいな、本当にその日一番うまく歌いたいというかコンディションよくやりたいのにやっちまったみたいな感じだったけど、まあそう、ま、でリハとかもなんか紅白リハなんか多いね、すごくまあそのぐらい必要なんですけど、怖っなあ、お疲れ様です、すっごいギャルがギャルズが見てきてくれましたけど、あだからほんとそれでリハも多くてぐわーみたいな、でずっと大泉洋さんが隣にいるしなんかレコじゃない紅白ってなんかいろんな人で喋れるって聞いてたの、
それはなぜかというと、その電電電波、あのちゃんの電電電波で JO1 が来た回があって、で JO1 がなんかすごいいろんな人と写真撮ったりできますよみたいな、チャンスですよとか言われて、1回出てんの JO1 さん、今回で2回目で、だからすごいアドバイスくれたり、俺たちなんなら取り巻きしますよみたいな、あーよかったみたいな、ここ安心だなって、僕やっぱソロだからちょっと心細いな、グループ多いしっていうので、まあなんか良かったなと思ったら、もう当日もリハもレコ隊も JO1 一切取り巻きはしてくれませんでした。はい、もうちょっと着地だけ嘘つき、もうなんかお疲れ様ですだけだった、嘘つき、あーおもちゃんみたいなのなかった、なんかしかもコメントもなんか全然やっぱ出るときはコメントもなんか友達になれた気がしましたみたいな出してたので、もうなんかお疲れ様ですみたいな、ねえと思ってまあね、集中してたんだろうけど、緊張もあったり集中してたんだと思うけど、まあ暇じゃないのよ JO1 は、そんないやだから結構バタバタ、そんぐらいバタバタしてて裏では、で大泉洋さんだけ僕はもうなんか大泉さんほんと常になぜか隣にいて、あいつはもうどこにでもいる、暇一人唯一暇な人がいました、大泉洋さんなんかずっとなんか、え僕私服で来ちゃったんだけどみたいな、えみんな衣装みたいな、あのちゃんもそれ衣装みたいな聞いて、リハでね、いやみんな衣装でこれやるんですよって言って、僕聞いてないよとか言ってあのちゃんよろしくねとか言って、それがもうほんといろんな、僕出番を何個かあったから、そのリハごとに絶対大泉洋さんが隣にいて安心したけど、ほんとなんか紅白でもちょっとムードメーカーみたいな感じで、いやだからそう、まあその大泉さんとか、あとはなんか事前番組みたいのがあって、紅白のそれが山里亮太が MC で、でそれ生放送で出る、本当直前、紅白の出番直前に出るんだけど、そこでなんかあの僕と乃木坂さんとか、まあ、アイドルさんと、あとなんか鈴木さんって人が、鈴木さんっていうなんかすごいあの一般人じゃない一般人じゃないよ、その鈴木まあマーチンみたいに呼ばれてる人すごい鈴木さんがいて、そのすごい鈴木さんだと思って隣にずっといて、でもなんか本当にすごい人で、でもなんかねすごい意気投合して、その生放送でえ鈴木さん、マーチン鈴木さんとめっちゃ意気投合した、本当になんか忘れたけど、なんか お互い乙女座、乙女座でなんか、えめっちゃ乙女座一緒なんだけどとか僕言ってるのしたら、なんかうーみたいになって、でなんか結構昨日のあのちゃんが出てた番組見たよとか言ってくれて、えで出てよとか言ったらいいよみたいな感じで超仲良くなってたら、そのまあその出番も終わって、なんか喉の調子悪いんだってってなんか知っててくれて、なんかこれって言って、あの喉飴、俺が使ってる喉飴あるからあげるって言って、うん真っ黒のね真っ黒の喉飴をくれたの、優しくない、鈴木さん見たこともない真っ黒な喉飴くれて、龍角さんとかするんじゃない、なんかアルファベット書いてピーピーって書いてあった、ピーって書いてる真っ黒の喉飴をくれて、なんか缶、しかも丸ごと、缶から丸ごと、めっちゃ優しくない、だからすぐ舐めた、それがめっちゃいいの本当に、それが超良くて、なんか最初はちょっとあなんか喉に効きそうなあのに苦味というかなんか独特な味して、ただ後味が超甘くて美味しいの、だからすごいもうあのそっからずっと舐めてる僕、超美味しい、なんか鈴木さんの味がする、すごい美味しい、自家製かな多分ね、まあ、すっごい真っ黒のピーだったから多分自家製だと思う、なんか鈴木さんが作った感じしたそうだから鈴木さん超もう大好きになった僕本当に、はい、肌もめっちゃ綺麗とか言って
本当に本当にいい人だった。でだからちょっと安心した、鈴木さんがいて鈴木さんのおかげで喉もねちょどんどん潤ってって、まあ、あとはもう鈴鹿とかもずっと人と喋ってたから、鈴鹿ちゃん鈴鹿さん、あの私がこのリーダーズのにもうね、いろんなストレイキッズさんとか、あのニュージーンズさんとか、あれビーファーストさんとか、ほんといろんな人に果敢に超話しかけてるか、ほんとすごいなと思って。僕はずっと携帯いじってんのにさ、リハいやもちろん真剣にやってるけど、もう人見知りがどう声で超えすぎてね、ずっとなんかね、ニュースとか見てましたけど、携帯でリンダーズがガンガン言ってる間、いやもうダメ、そういうとこだよね。うん、なんかやっぱちょっともっとね本題喋りたかった。うん、難しいわ。まあ、あと有吉さんね、僕有吉さんがいてよかった、本当にリハとかでもなんかX でもなんか僕カニ食べたいカニ食べたいとかずっと言ってて、なんか調子悪いくせに言ってたら、リュウちゃんもフグ食べたいとかつぶやいてたり、浜辺美波もそういうの買って塩辛食べてとか言ってたから、なんか有吉さんに会った時フグ食べましたとか言った、まだ食べてないのよあのちゃんがカニカニ言うから食べたくなっちゃってとか言ってて、で浜辺美波も私はまだ塩辛食べてないとか言って、超ほのぼのトーク本当に超ほのぼのトーク。だからフグ食べれたかな、ジューシーさん食べててほしいな、ポン酢たっぷりで。だからほんとそんな感じでリハはまあ僕らしかったかな山里もいたけど、もうね生放送だったからね山里とは喋ってない。なんか山里その日別の生放送もあったりして、なんか昼になんか放送事故した、なんかロケの中継でなんか頑張れるやのやつ、それでなんかちょっと顔が喪失してた、顔がすごい真っ青だった何回か喪失してるから頑張ってよ、頑張って。漫才もヒットパレードめっちゃ間違えてたから目の前で見てたから顔面喪失してるからね。うん、デイデイもねいつも喪失してるの見てますラジオ来てよまた慰めてあげるよ。だからまあ本番ある、本番は本当にあの楽しく、てか超楽しかったの僕紅白の本番。もう今までのテレビ歌唱で一番やっぱ楽しめたかな。で喉ももう調子は悪いけどもう頑張ろうっつって頑張って、でおあのなんかイカレタ街アゾンベアなのかな、おじさんみたいなとことかはもう本当にフルパワーで歌わないとちょっとうまく出ないんですけども、そこめっちゃ綺麗ね、僕的に歌えてもうはぁみたいな。でも本当に多分誰よりも楽しめたと思う、緊張ゼロだったから。僕緊張しないのよ本当に、ただただ調子が良くなかったっていうのがあるんだけども、ほんと楽しめた。で歌ってる途中も僕有吉さんの方見たからね、有吉さんと目合わせたりとかして、まあ有吉さん気づいてるか分かんないけど気づいてると思うぐらい目合わせたりとか、あと上にあの千鳥のノブさんがいて応援してくれてて盛り上がってて、それも見て笑ってたから、そんぐらいちょっと楽しめた、本当に楽しめましたね。衣装も可愛くて、まあでラストですね、夜遊びのアイドルでインターネット大爆発、うん、ドカーンぶっ壊れちゃうよあんな。まあねあれはそうだよね、うん、そりゃそうだって思って、あんなバズ中のバズで、だってそもそもバズってたんだもん、だってゲボバズりだろあんなのあんなもんよ。うんね、まあそうね、まあそう知らない人いるのかな、いるとは思うんですけど中には。そうで夜遊びのアイドルって曲でこうアイドルがバーって出てくる演出だったんですよ、いろんななんか知らんよくわかんない、いろんなアイドルその紅白に出てるが出てきて、なんか順番でパフォーマンスしていくみたいなやつで、でそこに僕と橋本
が橋本環奈がで橋本環奈さんが2人で出てくっていう、同時にそういう演出があったんですよ。うん、天使と悪魔とかいうあのね写真が昔バズったのね、ネット上、ネットミープっていうの、ネットでバズって、それが結構ちょいちょいなんか出回って、そう、もちろん橋本環奈ちゃんが天使ね、で僕が悪魔の方で使われてんだけど、まあでもネットじゃん言うても、だから別に触れたことも僕一切ないし、環奈ちゃんももちろんないんですけど、ただそのだから僕アイドル出るって聞いた時に、何したらいいんだろうみたいな、こんな多分そうそうたるメンツの中どうしたらいいのみたいな、僕もうアイドルやってないし、それこそかんなちゃんもだけど、だからどういう立ち位置と思いながらも、で練習動画みたいな、これが振り付けですみたいな、なんか結構キンキンに来て、でもなんかもう僕他にも覚えるものいっぱいあったから、頭がなんかあれであんま見てなかったので、それでちょっとね見たら、あれなんかあのポーズしてんなみたいな、でもちょっとあーまあそう見えただけかなみたいな感じで、でちょっと30分ぐらい直接教えてもらえる時間があったから行ったら、やっぱりしてるなみたいな、あの天使と悪魔のポーズを、あーみたいな、なるほどみたいな、それかバズりに行く感じか、あーしろってこと、しろってことか、どっちだみたいな思いながら、ポーズどうしたらいいですかって言ったら、好きでいいですよって言われたの。え、試されてる待って、だってでもあの動画も今ダンサーさんがやってくれたのも、この悪魔と天使のポーズじゃねみたいな、え、どうしようかな、どうしようかなと思いながら、僕はあーじゃあ多分やんないのかなみたいな、でもまあ当日橋本環奈ちゃんがに合わせようかなって僕はもうっていうので、当日リハ何回かあったから、そこで橋本環奈ちゃんと、まあ、リハの時は別のポーズをしててお互い天使と悪魔のポーズじゃないのをしてて、あ違うので行くのかどうなのか、いやこれちょっと喋んないとなって思って、合わせないとじゃん多分、だからこの人見知りの僕がポーズ どうしますかって言ったら、ねどうしますかねみたいな、あどうされたいですかみたいな、僕はもうかんなちゃんが、橋本環奈ちゃんがやるならやります、やらないならやったらおかしいので、やらないなら僕はやらないっていうか別のポーズしますって言ったら、まあ、面白いんでやりますかみたいに二人でなってやることになったんだよね。もう最後の選択はこの二人だった、やるかやらないかは。だからそこで決まって、本番はきっちりね、その天使と悪魔って言われてたポーズをしました。そしたらもうインターネット大爆発、まあそりゃそうだよね。なんかでもあそこまでこう話題になるとは、なんかさそこまで行くと思わなかったかな。でも知らない人もいるじゃん、だって所詮ネットだもん、所詮っていうかネットでバズったやつだもん、だからみんな知ってたんだなっていう感じ。はい、今の話もバズるかもしれないな。ネットニュースにして大丈夫ですから、これは。いや、だからほんと、いろんなことがありましたね。楽しかった、とにかく。面白いよね。紅白でね、その、夜遊び、アイドルで やんなきゃいつやるのって感じだしね。かんなちゃんとのやつ。その前ちょいちょいバラエティで会ってたけど、一回もこう写真撮ったりとかしてなくてよかったね。してなくてよかった。ほんと。ここでね、出すっていう。はい。なので、赤髪が勝ちました。はい。あ、で僕、なんか、
緊張もしなかったし別になんか感動とかなかったんだけど、僕最後の最後のあれ蛍の光みたいなみんなで歌うやつあんじゃん、エンディングで、あの時ちょっと本当に泣きそうになっちゃってっていうのもあのバイト行ってた時のこと思い出しちゃって、バイトのあの閉店の音楽なんですよあれ、それを僕ちょっと思い出しちゃって、あやばい、バイトしてた時のこと、あの時なんかもう本当に学校とかも行けてなくてこの先どうしようみたいな、なんかめっちゃどうしよう、友達もいないしでバイトも全然怒られてばっかで、なんか客にもキレられるしやばいどうしようみたいな時にずっとそのホタルの光が流れてるなんか日々が思い出しちゃって、はあ、でも今紅白のステージ立ってんだっていう、そこで最後の最後でうわーってちょっとなった、ちょっとねこれは変な、ここでと思った僕もちょっと、そうだから感動したかな少しは、いやでも出れてよかった、本当に楽しかったし、うんね、裏の人のこのねあの努力というかその大変なんだなっていうのめちゃくちゃ分かったというか伝わったし、いやすごいですね、すごかったです、はい。あとでももう一つ皆さんちょっと忘れてないですか、ちょっともう一つあるじゃない、サスケ2023フィッシュボーン完全制覇あのです、うん、これ大事よ、あのオールナイトニッポンゼロでは特にこれ話さなきゃ、このラジオのね初回から言ってきたサスケ出場が年末に実現されましたね、いや水には落ちなかったと完全制覇を匂わせていたんですが結果は時間切れでした、いやフィッシュボーン超えた瞬間、うん時間切れだったね、いやフィッシュボーンを乗り越えてなんか燃え尽きて、もうなんか三能線みたいな感じでした、もうフィッシュボーン乗り越えた瞬間ブザービート、うんブザービートだったね、あれは本当に熱かったよ、いやくー、いやーもう第ゼロ感流れましたあの瞬間、うん、いやフィッシュボーン超えれたよ、でも超えるとは思わんかったな、でもむずいもんめちゃくちゃ、いやでもさこの放送直前何度もこの絶対ラジオ聞いてくれとかさ言ってたと思うんだけど、この時間切れを鬼叩かれると思ってたんですよ僕、いやなんかやる気ないとか言われるんじゃないかとか、ちょっと炎上じゃないけど叩かれてないかなってやっぱこいつ落ちないためにめっちゃ超時間調整したとかゆっくり行ってるとか思われてるとかなんかいろんなこと思われちゃうんじゃないかっていうのがあって、ちょっとあのねラジオ聞いてくれって言ってたんだけど、なんかめっちゃ褒められた、うん、あのはスポーツするって褒められます、いやサスケ本当に反響やばくて、紅白も相当すごかったけどサスケもめっちゃすごくて、本当になんかめっちゃ良かったよって、すごいとこまでそんないけると思わなかったみたいな、ちゃんと落ち着いてたしみたいな感じですごい褒めの言葉をいただいて、あのまさかでした。でもね、まあ、時間切れしたのも一応理由があって、とにかくゆっくり行けってアドバイスをもらってたんですよ、落ち着いてねって、っていうなんかねほんとギリギリまでそれを言われてた、いろんな人からなんかみんなあそこに立つと緊張しちゃうって焦っちゃって急いじゃうからとにかく落ち着いてみたいな言われてたから、あそんなかっつって落ち着こっかっていうので落ち着いてやってたら、なんかね緊張だからしないのよ僕しないもんだから、なんかいつも通りなんかマイペースな感じになっちゃって、すごい落ち着いてやってたらもうなんかブーブーブーってタイムリミットの音鳴り始めちゃって、えってなって、いややってみないと分かんないね、あのタイム感はちょっと反省した、うん、もうちょっと早く行けるとこあったよねみたいな、落ち着きすぎた、マイペースすぎたな
普通に公式に上がってた写真超笑顔だったもんね。あのサスケ上の写真とは思えないよ。なんかフィッシュボーン上の指差しながらさ、なんかピカンみたいな笑顔でさ、全部写真集みたいな写真だったから、公式の写真がパンフレットかな、サスケのって、めっちゃいい写真だったなんかね、サスケのに体験しに来たのかなみたいな、体験施設での写真ぐらい、体験施設のパンフレットじゃん、あれも。ここでサスケ遊べますみたいなさ、楽しいとか言ってわざとそれをね撮った写真ぐらい本当にいい写真、いい笑顔だった。いやだから結局サスケも楽しんじゃってんだなみたいな。だってあれも、あれ本当に寝てないよさ、3日間ぐらいまともに寝てない、ご飯3日間ご飯は食べてないから、その状態であんな、なんか可愛かったし、なんか美女良かったし、なんかちょっとすごかったねいやだからやる気ないさそうにはね見えてたかもだけど、まあアドバイスのもと楽しんじゃって、だからファーストステージやってみての感想だけど、まあ時間ちょっとマイペースすぎた。本当に正直あのフィッシュボーンは超えれるとは思わなかったけど、超えたとしたら新エリア、新なんか何だっけ名前の黄色のやつな、黄色の回るやつ、ぐるぐる、あれやってみたかった。まあ、初登場、初体験、初体験じゃない、初出場にしては本当にいい結果でよかったけど、まあ、ちょっとその次のやつやってみたかったね。正直ね、脳トレはしてた、シミュレーションは。いやでももうブザービート鳴ってた、もうブザービートだったもん燃え尽きたもん、悔しい。あれが三能線だったらな、いやもうゴールしちゃってたな全然半分ぐらいあとあるけどね。いやでもね、そう、まああそこ実際やるとめっちゃむずい、やっぱ練習とかとも違うし、水があるからバランスも取りづらいし。でもせいや何年ローリングヒルで落ちるのもういいって、もうローリングヒルで落ちるのなんかね、ローリングヒルもでも本当にむずいの。あれは確かにあの見てるだけの時はせいやにもなんであそこ落ちるのとか言ってたけど、いやあれはめっちゃむずい、正直本当に超むずい。なんかね、回っちゃうのよ、その下のロールが、あの本当にコツ掴んでやんないと。あれはね本当にむずい。あと飛び乗る、飛び移るのもすごく難しいの、回っちゃうの。どっちかに体重かけたらもうなんかコロコロっていっちゃうから、結構ねもうとっさの判断とかも結構必要で、だから、まあ、確かに落ちるかって。でももう落ちないでよそこで僕だからその日もなんか生放送の歌の歌唱終わって、その前にホテルで部屋で楽屋がそこだったから見てて、また落ちてると思ってそうで自分の出番終わってすぐ出番行ったけど、いやだからちょっとフィッシュボーンで時間切れだった2023のサスケどうしますか、みんな。サスケ2024どうしようかな、どうします、これで終わりでいいこれで終わりでいいのか、どうなんだ、あの新エリアに行くべきなのか。でも泥水には絶対落ちたくねえ、泥、これはマジだこれはマジなんだ、泥水に落ちたくねえ。でも2年連続時間切れ大丈夫かもうクリアするしかねえ、最後まで次出るとしたらいやまあどうするとか言っても出るって決まってないんですけどね出れる手で言ってるけど全然出れ、なんで出れると思ってんのあんなマイペースにやっていやでもありがたかったです、本当に一度はね経験してみたかったサスケだったので楽しかったな、本当にいい経験です、本当にあのお誘いいただきありがとうございました。
ということで今週も始めていくぜ、アナのオールナイトニッポンゼロ。来週録音ですこんばんは、アノです。来週録音です。はい、ちょっと言えないビジネスの関係でどうしても生放送できず、金髪ビジネスと並行して行われるシークレットビジネスなんですかね、まあ、ごめんねだけど録音だよ。今日は生放送です。はい、まあ、録音恒例のメールを読まれたことがない初心者からのメールも募集してます。その場合懸命に初心者と書いてください。前の録音の時一通もね読まなかったけど、今回は絶対読みます。はい、本当にマジで、本当にリアルガチで、本当にお願いお願いこれは本当のやつ。なんか前回ちょっとその50分くらいオープニング話してたんだよね、だから無理だったんだけど、次は絶対読むからさ、今回は絶対読む。前回送れなかった、前回送ったんだけど読まれなかったやつとか送っていいからさ、お願い再送ってやつ、うん、お願い。今週の金曜日中にね送ってもらえるととっても嬉しいです。頼むお願いお願い、指ハート来週ねだから録音ってことでね。で一部がそう、一部テチナのクソだるいんだが、テチナでしょ今日。テチナねパーカー着てるの、やばいやばいよやばいよって書いてあるパーカーもらって、今日パジャマ着てたんだけどちゃんとこれ着た。テチか、一部テチナとさちょっとさ録音バレんじゃん、録音がバレちゃうよ、やばいよ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 、リアルガチで。なんで火曜、なんで火曜なのテチ、いつも生放送してんじゃん。え、ゲスト誰、あ、で、あ、テチだっけか。いやだからちょっとさ、ハワイから帰国直後に僕のラジオ来たくらいさ生放送にこだわってる最高アロハじゃんあの人、もう本当にバレたくないんですよ、僕は嫌だ、バレたくない、僕は嫌だ、テチじゃんもう違う場所で生放送してることにしようかな、ちょっと本当に嫌だ、あのちゃんやばいよ、俺ナムじゃないよ、ま、それやばいよとか、なんであのちゃん俺まで、あ、ハワイから帰って生放送したぞとか言ってくるよ、サイコアロハが。嫌だよ、だから違う場所でも生放送してることにするってか、したい、そうしたい、オープニング生放送してるふりするかもしれません、テチ対策でね。うん、テチ生放送してるよ、ほんとだよ、ほんとにラジオしてますテチ生放送だよ、ほんとラジオしてます、ほんラジひょこあのチャンネル、ほんとにラジオしてます、ひょこひょこ、ほんとにラジオしてます、ほんラジほんとにラジオしてます、流行るなこれな、これ1年いけるよ、スタミナパンじゃん、ほんとにラジオしてます、もうな頭から離れないんだけどマジでほんラジひょっこひょっこ、ほんとにラジオしてます、楽しい、ほんラジあのチャンネル、ほんラジ、ほんとにラジオしてます、あのチャンネルあんのよ、ほんとにいや面白いわあれほんとに頭から離れない、はい、ということでどういうことひょこひょこ、ほんとにラジオしてます、ほんとにラジオしてます、はい、ということで何がってことでじゃないんだけどまあ来週テチだ、生放送してるよ、テチです、ほんとにラジオします
何回やんだよ。同じ100、100。本当にラジオしてます。テチは本当にうんちしてます。やば。テチうんち。くだらない。はい、ってことで。もうやばい、進めない。ってことで言わない。やばい。はい、さて、さてにしよう。さて、さて、生放送ですので、番組ではラジオを聞いている方からもメールで参加してもらいたいと思います。リアクション、感想、メールをお待ちしています。受付メールアドレスは、ano@allnightnippon.com、ano@allnightnippon.com、ano で ano です。X は ano.nn0 でたくさんつぶやいてください。さて、この番組はライブ配信アプリの17でも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。17のアプリをダウンロードしてオールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイト、本当に見ることができます。本当に見ることができます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でもお楽しみください。はい、じゃあここで一曲、この間出したあので You I Heaven です。散歩日よりも意味のない。
あの兄。今年の干支、龍に乗るあのちゃん坊や。鱗がチャラチャラしてて乗り心地悪い。背中ギザギザでチクチクして痛い。もうやだ、下ろして。やだね、キモい。アノのオールナイトニッポンゼロ。寝心地悪いし、いい子じゃないし、ねんねできない。ほらおいで、おいでおいで、ほら怖くないからおいで。ほら来た。アナのオールナイトニッポンゼロ来たね。アナです。メール読む。ラジオネームストームさん。猫隊では確か金髪だったと思います。でも紅白の時は黒髪でした。すごい鈴木さんの真っ黒なのど飴舐めた瞬間黒髪になった。いやそうかも。あれやっぱ舐めた瞬間どん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 ね黒くなってたね。いやあの本当飴すごいから、効果やばいから。ちょっとね僕も変わってちゃったね。いや舐めた瞬間もう黒かったから。いや確かにそう。でレコ隊は金髪だったの。そう前日のだからレコ隊紅白でもデンちゃんだったから、みんなも昨日まで金髪だったのにとかそういう感じだったと思うんだけど、レコ隊は金髪でオールバック、しかも初めてかなオールバックは。黒髪でもなかなかしてないし、金髪で初めて黒あのオールバックで、で初めてあの衣装もパンツスタイルでやりましたね。もうそれは決めてた。もう前からレコ隊はもうオールバックで行くって決めてて、じゃあ格好もあのスカートとかいつもの可愛い系じゃなくて、ちょっとあのメンズライクな感じで誰よりもかっこよく言おうみたいな感じで衣装さんと話して、こういう感じでっていうのを渡して作って、特注作ってもらって、で紅白は黒髪。紅白もねすごくあのでっかいタスキを、もう違和感あるようなでっかいタスキを掲げて歌うっていう、あれもほんと手作業ってほんとに全部特注で、ビーズ細かいあのビーズがね携わられてて、すごい言葉わかんないです。はい、だけどもうほんとにあのいろんな人の協力あってでした。もう衣装は誰よりももうやっぱ気合入ってたんじゃないかな。うん、数時間後にさ金太郎がさあの衣装をちゃんとあのコピーしてたからね。金太郎さんすごすぎ。僕はヒットパレード出てそのモノマネのコーナーが最初になったから、え金太郎さんだ、僕のモノマネしてくれるの嬉しいと思ったら、もう紅白の衣装まんま、どっからどうやって作ったみたいな。
絶対寝てないでしょすごい多分もう急ピッチで作ってって感じだったと思う。すごい嬉しかった。やっぱ金太郎さんめっちゃ似てない？僕の真似似てんだけど、めちゃくちゃすごい。しかも面白いってさ、モノマネってさ、似てるのもすごいけど、も面白いも持ってる人すごい面白い。すごいすごい。アドのモノマネした小畑の おじいさんみたいな人もいた。小畑の人みたいなのもいて、あのもう真っ黒あれやばい本当に。誰って、あれは全身黒タイツとかでウィッグ つけてたのかな、おばたの人々って人。ほんとすごかったね。もうめっちゃみんな似てたわ、ほんと。あの江原雅宏さんのあの何でしたっけ、ミセス、ミセスグリーンアップルの 人もすごい似てた。面白い。はい、ラジオネームはてなマークさん、サスケの初挑戦でフィッシュボーンクリアはマジ衝撃でした。正直スカーフ掴んでグイーンって進むやつで途中手離して落ちると思ってました、すいませんあれね、あのスカーフ掴んで、あれはまあさあ、やっぱ僕あれ練習は一切ゼロだから、あのスカーフのもうなんかどんな感じだろうと思ってちょっと行くときマジで時間かけちゃったんだけど、あれはすんなりやればよかったな。結構ねできた。で あのなんとなくあの落ちるときに多分反動であの水に落ちちゃうよ。僕相当サスケ見てるからそれで落ちるの分かってたからちょっと手前で落ちたんだよね。落ちるというか手前で降りたの。だからクリアできた。うん、いやちゃんとサスケをちゃんと見て研究して挑みましたから。いやもう確かに握力がね大事だから落ちそうだったかもしれない。そのために3日間飯食ってねんだこっちは。それ合ってる、合ってますからこれは。うん、だって一か八かじゃん。もう体が軽かったらいいんだもん。あれ重かったら落ちてる可能性あるからね。全然すごい軽かったねあの日体が。そう、そういう結構なんか自分なりにあの特訓というかちゃんとサスケのために整えたね体を。あんまり寝ないとあんまり食べない、これは功を奏した。うん、プラスの方向に働いてよかった本当に。マジで本当あの日はビジュアルも良かったのでね。ね、そうですよね。もう一個読んでいいですか。はい、ラジオネーム魔法の言葉うんばぶさん、来週のテチ対策ですが、ひょこひょこ本当にラジオしてますって始まった後、本当にメール読みますと言って事前に送ってもらったリアタイ風のメールを読めば録音だとバレないと思いますみんなの協力が必要だわこれみんなで手帳を騙そう騙せぞあのチャンネルひょこ本当にラジオしてます本ラジ本当にメールやりますこれだ、これやりましょう。
子大生シンガーあのちゃむのラジオが見られるのはライブ配信アプリの17だけ。誰でも簡単に無料で楽しむことができるんが、オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でも楽しんでくるめんす。アナのオールナイトニッポンゼロ。あの兄マグロの初競りに無策で来たあのちゃん、よし狙うは大間の黒マグロ、よし次だ絶対取るぞ、2万、いや2万5000円、もうどうにでもなれ、5万円。アナのオールナイトニッポンゼロ。はあ、1億。アナです、メール読む。ラジオネームテーブルマナーさん。テチは一部のオールナイトニッポンをやった後、次の番組に乱入することを生きがいとしているので来週生放送風な放送をしてテチを騙したら、そのままそのスタジオにやってきて不思議そうな顔をしながらしばらくそこにいると思います。やばあれあれみたいな、 あのちゃんはやばい、想像できた、やばい。これ本当にしそうじゃない、本当にラジオしてるってやって本当にラジオしてますって言ってるの、あれあのちゃん本当にラジオしてるのか本当にラジオしてるの、出てこないよみたいな、出てきてよとか言って、本当にラジオしてますって僕ずっと言ってるんでしょどうや本当にラジオしてんだよあいとか言って、見てそれ見たいね、なんか定点でさ撮っとく配信しちゃう定点で17だけ生本当にラジオしてます、で本当にラジオしてるんだもんだっていいじゃん定点で、そのちょっと手ち見たいなTikTok で撮るか、 TikTok 導入したから誰かだけ残って本当に出てきたいいじゃん、いやちょっとそういうのもいいかもな、そうテチューその乱入好きだからさそうなんだよな、なんでよりによって録音会で、まあでもちょっとそのね定点のやつもしたいですね、はい。いやまあ紅白は話しましたけど、いろんな去年だから、え何前回録音あれ放送去年の26日の放送がそう録音会か、だからクリスマスとかね話してないよね、僕の大好きなクリスマス、クリスマス僕大好きなんですよ本当にね、あのあんま行事ごと好きじゃないけどクリスマス好き でイブとか何してたみんな、まあ、M1 か、 M1 があったのか、そう M1 があって、で僕あの
お仕事の関係でまあもう絶対見なきゃで、でそのそれ合わせてその前もあのずっと撮影とか仕事あったんだけど、それ合わせて終わらせてもらったっていうか、なんかマネージャーが調整して終わって、でお家帰ったんだよね。うん、携帯がない。ふざけんな、また。いやだからお仕事終わって帰って携帯がないっていうね。M1 見る前をもちろん M1 までに帰るから、で帰ったら携帯ない。うん、まあ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 、はいはいはい、まあいつものか、いつものかみたいな。まあ聞いてる人はねちょっと、まあなくしすぎて、僕そのマインドなのよ本当に。携帯なくなってももうなくしすぎて、はい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 ってなるの。まあ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 見つかるっしょ。まあ見つかんなかったとしてもまあまあもうなんとかなるかなってなっちゃうタイプで、ただその日だから一応 iPhone 探そう、一応やんの僕毎回、一応ね、その方がまあ分かりやすいから、 iPad、 家にある iPad とかで iPhone 探す でその日もやったら、なんかね家からちょっと離れた場所になんかあって、どうやって落としたらそこに行くのみたいな場所にあって、でよくよく見たらそれね、なんか誰かの家っぽいんだよね、そのはい、怖い怖い話始まり始まりじゃないけどいやでもちょっとそれを、あ誰かの家の中かもって思った瞬間に、いつものははいはいはいみたいな感じだったけど、あちょっとこれやべえな、これ今までとわけが違うなみたいな、ふえーってなった、うえーって、あちょっと待って、でも M1 ある、あでもあでもあこれやばい、これこのままあれ待って、 iPhone どんなんだっけ僕の、あのちゃんって書いてあるって思って、 iPhone にね、iPhone ケースにね、あのちゃんってそのケミオくんにもらったテプラでなんか あのちゃんって書いてあるシールを貼っちゃってて、もらったものだからさ一応そう貼った方がいいかなっていうのが、絶対あのちゃんのじゃん、わかるじゃん、だからちょっとあのちゃんのじゃんっつって中身を盗む、中身を見ようとしてる人かもしれないし、なんか逆にもうそれもわかんなくて、携帯iPhone15 Pro だから携帯を売っちゃう、売ろうとするパターンもあんのかなとかいろいろ考えちゃって、やばいこれはちょっと動かなきゃと思って、いつも僕はなんかねもうあんまだったけど、今回は恐怖だったので一応その iPhone を探すで出てるところに行ったの、もう辿ってみたの。そしたらもう暗いよ、だから18時とかか、もう M1 前だった。でもなんか行ったら家の前、結局家の前一軒家ついて、わこの家かみたいな、これ嫁るどうするってなって、なんかしかもめっちゃ人気もないの、住宅街で知らない人の家だし、そう知ってる人の家だったらよかったけど知らない人の家だから、わどうしようと思って、でも嫁ったとしてもじゃん、こうとか僕の携帯ありますよねみたいな、うん、僕ですけどとかねいやこうちょっとなみたいな、なんかそれでトラブってもなって、やっぱあのちゃんって気づかれた場合ちょっと厄介だなとかっていうので、ちょっとまあ嫁れなくて、でまあその後もどうしていいか分かんなくてずっとうろうろしてたの。そのまあピンがじゃあそこに刺さってるけど GPS がちょっとずれてるパターンとか、なんかそっちをなんか頼りにしたというか、そっちを願い、そこら辺に落ちてんじゃないかとかでぐるぐる回って、暗闇本当に怖くて、そしたらなんか鳥みたいなのが見えてきて、なんか怖くて、なんか神社、なんか神社みたいな、でも神社じゃないのよ、なんか物とかをいろいろ置いてある、でも鳥居があって、なんかちょっとなんか人形、なんかぬいぐるみみたいなのも落ちてて、本当に怖い、本当に怖いですけどとか思って、もう怖い怖い怖いって泣きそうになっちゃって、もイブだよ、クリスマスイブだよ、僕超楽しみにしてたんだよ、何してんだよと思って、イブに、いやだってクリスマス、家にクリスマスツリーあるんだよ僕、大きい
なんかいろんなオーナメントわざわざさオリジナルのなんか超いいオーナメントとか買って、そこまでしてんのに写真撮ろうとか言ってさ撮ったりせずにさ、こう知らない家の前にさぐる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 してんだよ暗闇の中、女の子が女の子が夜暗い中で人もいないクリスマスイブだから悲しいM1 も始まるよ。いやもう最悪だよ、ね、今見なきゃいけない、だからもうどうしようと思ったけどもう時間来ちゃったよ、もう、うん、M1 始まるよ、もう捨てよはい、僕はもう捨てよってなりました。 iPhone を捨てる、はい、僕は iPhone を捨てた、僕は iPhone を持っていないですよ、はい、iPhone を探さないもう iPhone 探さないです、はい。でも僕そういうのできんのよ、やっぱもともと家の鍵なくした、家がない、家がなかった、僕はお家を持ってない、捨てるというのができるという生き方、これほんとおすすめなんですけどこれができたもんだから、まあそっから普通に家帰って M1 見たもう全然爆笑、全然爆笑してた、うん、メンタル強くね僕、普通に普通携帯ないと多分みんなはそわそわ、みんなっていうかそっちマインドじゃない人はそわそわしてずっと多分探しちゃうと思う、後で M1 後で見ようみたいな、録画してみようみたいなできると思うけど、僕は全然見たね、リアタイで、うん、うわあれはロマントップかーっつってトップかーっつってで、あの敗者復活のネタバレもねなく携帯がないからさちゃんとなんかもう普通に、あ、しごしろかーみたいな、敗者復活とか言って一人でちゃんと見て、まあ見終わって、うん、じゃあ今度は敗者復活見るかみたいな、敗者復活見てな、見れてないから見るかとか言って、もう携帯探せって感じなんだけど全然見たね、エバースで大爆笑してでスタミナパンあー統治してまーすとかもう見て、いやなんかちょっとでも隣ちょっとジジイすぎるなみたいななんかスタミナパンの隣の人のおじさんが気になるとか思いながら、もうちょっとクソジジイすぎみたいな、でなんかもうそんな感じ、普通にそれも楽しんで、でも寝たもうね全然、で次の日も起きたらあるかなと思ったけどなかった、クリスマスサンタさん来てよあの枕元にあるかなぐらいで、もうなんかさどっかから出るとかあんじゃん、だって本当になくした場所がわかんないんだもん、マジでどうやったらそんなとこ行くのみたいな感じでさ、それがじゃあ GPS が合ってなかったらもしかしたら家から出てくるかもしれないじゃん、それを楽しみだった時はなくて、そのままその日もまだ25だから M1 ネクストデーか、それも行った、ちゃんと、まあ、行くか普通に、たわいもなく、たわいもじゃない、あのたわいもなく行った、あれ何たわいもなくって、まあ、通常通り行ってでも普通に冒頭から今田さんがね、なんか何なんか振ってくれて話を、僕にいきなりなんかこう DJ コウさんって方とか、あの溝端淳平さんとかもうガチ勢なわけ、僕なんてもう超エンジョイ勢っていうか、みんなと同じように楽しんで見てるだけだから、そういうガチ勢の中にちょっと入れて。でもいただけたんだけど、いきなりあのちゃんはなんか全然楽しくなさそうだけどとか振って振らないでと思いながら、それもなんか映っちゃってたみたいで顔が、でもまあなんか振ってくれたりとかして、でなんかその時にそう、でも携帯なくしたけど、前日に携帯なくしたんですけど、それでも M1 見ましたみたいな、ちょっとエピソード的に話してそうだからちょっとうん、そこでもういいやって、あのそこで話せたからまあいっかって自分の中で思ってたんだけど、でもなんか CM 中も今田さんとかが心配してくれて、大丈夫な見つかったみたいな、でも本当にどっか行った最悪とか僕ずっと CM 中でねでなんかもうみんな令和ロマンとかもなんかパスワードとかちゃんとかけたとか
ゆうたくんごめんなさい本当に、なんか優勝した次の日に人の携帯の心配でも心配してくれて、寝てないのに絶対レオロマンのなのに、まあ心配してくれたりとかして、まあ、そんなねクリスマスだったの、僕大好きなのにクリスマス、ね、そんなクリスマスを超えで、レコタイも超えサスケも超え紅白も超えで、ヒットパレードも出て爆発して、爆発的に熱を出し貴重なお正月に3日休み寝込むというね、はい、2024年もいい年にするぞいやいい年になるね、これはだって熱が出たもんここで一曲お聴きください。今週のオールナイトニッポンプッシュ、レトロ理論で友達。心の中でさ悪い虫ばかり育ってて、結局今日もまた君を愛せないみたい。あいつらの中でさ悪い僕ばかり、あのです、はい、あの携帯はね帰ってきました。先ほど携帯なくした話したけど帰ってきましたね。次の日、その25日の次の日、お正月番組のね収録中、マギーシンジとマジックしてる時に帰ってきました。見つかりましたと連絡が来て、
帰ってきたんですね。帰ってくるとは思わなかった、僕正直今回は。だってクリスマスイブとクリスマス両方さ、携帯ないまま過ごしてるからね、僕2日間で。その次の日も普通に仕事行って、もうこれは無理だと思った。絶対取られてる、売られてると思ったから。よく帰ってきたよ。多分拾って持っといてくれて届けてくれたのかな、ちょっと分かりませんけど。ただ何もなんか変化なくちゃんと帰ってきてよかったです。本当にありがとうございます。はい、じゃあコーナー行きますか。生きるのクソ下手。本当に下手だから、まさにだから本当に下手ね、生きるの。僕が一番下手です。ですが、まあ、みんなの生きるのクソ下手のコーナーでございます。アノは生きるのクソ下手。財布はすぐなくすし、ウーバーイーツでミートボール頼もうとしたら間違えてオートミール頼んじゃうし、服もシワシワ。このコーナーではそんな僕みたいな生きるのがクソ下手っぴな君たちに、一人じゃないよと言いたいコーナーです。それでは紹介していきましょう。ラジオネームソルルさん。映画見た後、登場人物の名前一人も覚えてない。あー待って、これ本当にめちゃくちゃわかる。僕ね、登場人物の名前一人も覚えてないし、映画の名前も覚えてない。本当に物を覚えれないの、人とか映画とか曲名とか。マジでもう本当に苦手分野。海外ドラマもわかんない。何海外ドラマ、海外ドラマのキャラとかマジでわかんない。だから結構あのビバンとかも覚えるのめっちゃ大変だったから。なんか F とか出てくるし、わけだから結構その共感する。これは歌詞を、僕自分の歌詞は覚えれんだよね、なぜか。うん、結構ね、あんま間違えない方だと思うよ。まあでもそうだから、ちょっとね結構嫌かも。自分はすごく映画とか見てたりすんだけど、名前覚えれないし、なんか人と会話できない。全然わかんないもん。あと馬の名前、競馬番組やってるけど馬の名前ほんと多すぎて、あと何、乗馬の乗ってる人の騎手の名前も覚えれん。もうほんとむずいね、覚えるの。記憶力マジじゃない。ラジオネーム3番目の天使の遅刻さん、遅刻さん。カルディの入り口で配ってるコーヒー、いつもスルーされてもらえない。え、何それ。カルディで、まあカルディじゃなくてもそういうのスルーされ、かわいそう。生きるのクソ下手っていうか、なんか不運なんだろう。そういうさ、星の人っているよね、多分。なんか星がある気がする。僕も多分もらえないタイプだと思う。てかもらおうともしないけど、でももらった覚えがないからもらってないんだと思う。なんか星あるよね、そういう。なんかこの人ってタイミング悪いなとかさ、この人絶対タイミング悪い星に生まれたなみたいな。ラジオネーム正常ダモンさん。〇〇通りにある店とか、〇〇通りを右に曲がってとか、通りの名前で言われても一生ピンとこない。マジ超わかる。もうほんとそう、マジでさ。だから指示出さない。あとタクシー運転手に丸々通りのあそこですかねとか、丸々通り右に曲がったとこですかねって言われて、僕もう知りませんって言ってる。いつも知りませんって、知りもしませんって。だからニューヨークって何っていう、その丸々通りとかわかんないから、通りも246沿いとか、なんか道玄わかんない、なんか宮益坂とか、なんかわかんない。もう坂多すぎな。もうやめてほしい、本当に。これはちょっともうやばい、境界線ってやばい。本当に言うのやめてください、まるまる通りですかって。お願いします。こういう人にはね、お願いします。今夜のクソヘッダーは以上。引き続き生きるのクソヘッダー人生、エアポの君からのメールを待ってます。受付メールアドレスは ano@allnightnippon.com、 ano@allnightnippon.com、 ano で ano です。懸命にクソ下手と書いて送ってください。小唄向けとか夢の中にこそ日本人の忘れていたものがある。
手塚治虫。お送りしたのは爆弾ジョニーでただ一人でした。アナのオールナイトニッポンゼロ、アナのオールナイトニッポンゼロ終わり。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。
なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。日本放送ではこの後4時30分からは上柳正彦朝ぼらけをお届けします。番組 TikTok でコラボしましたハゲチャビンとそれも見てください。あの兄、今夜の採用者はラジオネーム私の傘だけありませんさん、ラジオネームウーロンさんでした。ありがとう。メールを読む。ラジオネームボートミーさん来週のこの番組ですが、17ライブの右下あたりにあのちゃんを探しに日本放送をうろうろしてるリアルタイムの手帳をワイプで写してほしいです絶対見ます見たい。それそれできんのかな、できるんか、ちょっと検討しますかできるのは見たいけどね。手帳うろうろ。ラジオネーム逃げるは恥だがやくみつるさん、テチですが乱入は好きなのにしっかりとスタッフの指示を聞いて良きタイミングで乱入してきます。急待ち人間です言ってやるないや急出さないと急出そう、こううろうろしてもらおう急出してちゃんと出るのかわいい。ほんとに乱入してるほんとに乱入してるいやちょっとテチにはちょっとやってもらいましょう。できるのか知らないけど、テチ何も知らないでしょ。だってこのね僕も今ほんと手段言ってるだけだから、本当にできるか分かりませんよ。できたらいいなというお話でございますよ。はい、ラジオネームコールマンさん、ひょこリスナーチャンネル、本当にメール送ってます、本当にうんちしてます知ってるんかい、うんちトイレから送ってるんか本当にメール送ってます本当にうんちしてますあれすごいよね、本当ウケるんだけど、めっちゃ笑ったもんな。おもろ。100?100?リスナーチャンネル漫才行くぜ最初の何やの入り漫才行くぜ可愛くない、誰、ま、なんて名前だっけ、ま、マーボーあの丸い方のうんちしてる方うんちしてない方、本当にうんちしてる方がマーボーで、本当にうんちしてない方はおじさんそのめっちゃジジイ、なんか結構名前知らん、名前ない、なんか多分おじさん、ネクタイがずっと曲がってた、なんかその人で、本当にラジオしてます本当に番組終わりますということで、ダメだということでダメだねこの後はい、ここまでのお相手はあのでした。出会いがあれば別れもある、笑顔でまた会おう。ひょこアフタートーク、ほんとラジオしてますアナです。アナのオールナイトニッポンゼロ17限定のアフタートークアフタートーク始まりますはい、今日ずっとこれやってたね。ほんとラジオしてます、ほんラジアフタートーク行くぜあれ何、え、僕あのネタ以外見たことないんだけど、みんなそうかな、それ以外もその感じなのかな、漫才行くぜから始まるのかな、事務所どこなんだろう、漫才行くぜSMA らしいです。ソニーさん、錦鯉さんとかザコシさんがいるとこ、ほんとエナジーしてます。いやあれ面白、え、どんぐらい流行ってるの実際問題。なんかさ、敗者復活見てるお笑いファン、お笑いのファンとかは流行ってんの、誰、流行ってない、もしかして。でも YouTube チャンネルやってるよね、ほんとに解説してますだよね、
見たもん僕それ、デブチャンネル、あのめコーラをなんか飲むやつだから。であのジジイの名前なんだよ隣のジジイ、ちょっとジジイすぎるな、ちょっとなんか美容ちょっと力入れた方がいいかもしれない、なんか気になったもん、なんか誰名前、あのジジイの名前、丸いのが麻婆でしょ、てか待って34歳じゃん、超若いじゃん、年だたかひでさんだかひでさんじゃないえなんで名前説明、年だたかひでさん、たかひでさん若っ、えなんで、じゃあなんであんなにさ美女悪かったの、まあいいかそんな美女な麻婆豆腐の麻婆なんだって、麻婆は前川まさかぜ麻婆、へえ麻婆、麻婆か、麻婆さんと高秀さん、高秀さん、高秀さん、ちょっと待って、その宣材写真ちょっとなんか気になるなもう僕じゃんその顔は写しちゃダメか、こういうのテンション悪魔ちゃん、もうだからマーボーがカンナちゃんだね天使のこっちのいやそう僕たちだった、天使と悪魔の最終キスのあの写真だったのね、スタミナパンは本当に満ちしますいや面白い、そうマジで流行ってんの、どうなの、僕は家でも口ずさむぐらい言ってるよ一人で、ふんとんちしてます、全然してなくちゃ、ふんとんちしてます、ほんと芸人はめっちゃ言ってんのか、芸人さんはだって耳に残るもん、ほんとにすごいよね、あのほんとにほんとにラジオしてますじゃなくてさ、こう詰める感じがよくない、ほんとにラジオしてますほんとにラジオしてますって、そのここ詰めるんだっていうちょっとその感じがいいよね、センスあるな、メロディーの面白、はいなんでスタミナパンの話だけいろいろ話しました本編ではね、紅白の話とかサスケとかあの正月の話とかしました、はいじゃあ終わります本当におりますアナのオールナイトニッポンゼロは毎週火曜深夜3時から17でライブ配信しています、誰でも無料でスタジオの様子を見ながらオールナイトニッポンゼロの放送を楽しむことができます、というわけでアナでした、タカヒデまた来週バイバーイ。